ホースガーズパレード越しに見るホースガーズホースガーズは、ロンドンのホワイトホールとホースガーズパレードの間に存在するパラディオ様式の建物。ウィリアム・ケントの設計をもとにして、彼の死後1750年から1753年にかけて、ジョン・バーディが完成させた。1698年の火災で消失した旧ホワイトホール宮殿内の馬上やリシア以上付属の 英兵詰め所が起源である。宮殿の傾斜にはワホースガーズパレードとして利用されている。建物は1872年以前は英陸軍の参謀本部として、さらに1904年までは英陸軍最高司令官の司令部として使用されていた。現在はイギリス軍におけるロンドン管区及び王室機兵隊の司令官が本部として用いている。 セントジェームズ宮殿からセントジェームズパークを経由して外部へと出入りする入り口であるが、イギリス王室の構成員のみが中央門の使用を許されている。現在ホースガーズは常に王室期平常場連イまたは王立騎馬砲兵、国王中隊によって警備されている。ホワイトホール宮殿のバンケティングハウスのあるホワイトホールに面した建物入り口では午前10時から午後4時までは、 乗馬した騎兵が1時間ごとに交代する様子を見ることができるため、ロンドンにおける観光名所の一つとなっている。ありがとうございます。